水車物語さん、久しぶりにこんにちは。こんにちは。リニューアルなさったそうで本当におめでとうございます。ありがとうございます。なんかびっくりしました。京都のなんとか京都のなんですか、古いね、町屋をちょっと想像しました。あの入ってくるアプローチがとても素敵ですね。本当に落ち着きます。こういうところが大津の町に、こんなおしゃれなところがあるなんてびっくり。早くみんなに知らせなくちゃと思いました。ありがとうございます。ぜひ、はい、ぜひ皆さんもね、また連れてまいります。今日はちょっと寒いですけどね。じゃあとりあえずは今日は水車さんが、眠っていますけれども、お休み中だそうですが、水車があってこその水車物語でございますね。水車を元気に回ってもらうように、水車物語。Oh,